高家寺は兵庫県明石市太寺にある天台宗の寺院。三号は太寺山。本尊は薬師如来。晩秋薬師霊場第五番札所。本項目では高家寺境内に重複する太寺廃寺跡についても解説する。太寺廃寺と跡から高家寺本堂を望む高家寺の前身である太史寺廃寺は発掘調査によれば白宝紀の七世紀後半頃の 混流と推定される。旧赤市群域では唯一の白鳳寺院とされ、赤市軍の軍事とも推測される。室町時代、永昇6年には、京都祇園の神殿新築に際して、後家寺の重層が、赤市軍内の天台州寺院の層と共に上京して戦部北家境を暗唱しており、この時期には、後家寺が存在し出ら勢が盛んであったことが知られる。発掘調査では、 高家寺の本堂東側において、室町時代頃の瓦窯として、小型大雷を3基が検出されており、上記文書に見える流星との関連が示唆される。ただし、画用の上には加熱を受けた瓦が散布していたことから、この頃の本堂は、江戸時代までには消失したと推測される。江戸時代、元那年間には、明石城主の小笠原忠政によって、薬師堂が建立されたという。 近代以降の変遷は次の通り。本堂は江戸時代の混流。桁行き五軒、張間五軒、寄せ胸作りで後輩オフス。川柱は角柱、組物は船ひじき。元奈玄関の赤石城主の小笠原忠政による再建と伝える。混流を確証する資料はないが、内人、外人の境の柱に漢文二年名の陰国があることから、 それ以前の混流であることは確かとされる。兵庫県内では唯一となる簡素な外観の中世、仏道形式の御剣道であるとともに、明石市内では最古の自社建築であり、兵庫県指定有形文化財に指定されている。本堂に安置される本尊の薬師如来座像は平安時代後期の作。明石郡七仏、薬師の一つであり、区伝では霊記念館に、 両氏の大阪部帝国が薬師如来を海中から引き上げて大山寺に安置し代わりに大山寺の薬師如来をもらって高家寺に祀ったという標語圏指定有形文化財に指定されている東亜と古代の太寺廃寺跡は高家寺の境内と重複する地域は約100メートル四方と推定される主要河蘭は高家寺式河蘭配置と推定され現在は 塔跡の土壇が依存するが、塔跡以外の仮覧は確認されていない。現在の高家寺本堂前の参道は、ふと寺廃寺の推定注文から伸びる参道と重複する。移行の詳細は次の通り。2002年の高家寺本堂の北約100メートルの地点における発掘調査では、縦穴建物跡、掘立柱建物跡、鋳造路跡、区画庫が検出されている。 また同年の高家寺本堂の北園改修に伴う発掘調査では、僧帽等に相当する柱穴列が検出されている。さらに2008から2010年の高家寺本堂の東側での発掘調査では、築地米の雨落ち溝と想定される溝のほか、工房等の遺構が検出されている。地域からの出土品としては、白宝器から江戸時代に至る瓦がある。 創建機の軒丸瓦は、丹弁八葉連下分で、川原寺の創建機瓦と共通するほか、繁盛廃寺跡、広渡廃寺跡の瓦と類似する。軒平瓦のうちでは、左右対称の唐草分の上がいくに、菱形分、輝くに、選挙資分を巡らせたものが、特徴的に認められており、大幹大寺跡の瓦と共通する。瓦や、 以降の内容によれば、白宝紀の7世紀後半頃の混流と推定される。なお、太寺廃寺の寺名は、太寺の地名を用いて付けられたものである。太寺の地名は、江戸時代初期の、慶長張間国絵図に、大寺、法暦12年の張間,間に、太寺村と見え、江戸時代を通じて認められる。その由来として、高家寺を、高井寺と呼んだのが、 タイデラに生まったとする説、本尊の薬師如来は、タ山寺から譲り受けたと伝えることからタ山寺の分家として、太寺となったとする説などがある。なお、高家寺本堂は2001年6月7日に、明石指定有形文化財に指定されていたが、兵庫県指定有形文化財への指定に伴い、指定解除されている。太寺廃寺跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。